はい、こんばんは、新年2日目、1月2日のですね、8時57分であります。ですね、私はこう休みの日になるとですね、普段できない仕事ができるので喜んでこう引きこもっております。はい、これで電気閉めてですね、電気消してですね、閉めて何かやってるそうだなと思ったらですね、僕が何かこう人に見られたくないことをやってるんだなと思ってください。はい、人に見られたくないこと、今日はですね、お餅の会、お餅つき大会用のですね、皆さんに差し上げるお土産のステッカーを作ってます。ステッカーを作るのはですね、大きく分けて4段階ぐらいあるんですけど、まずデザインですね。こうやっていろいろデザインをするんですけど、これ専用のソフトなんですよ。プロッターのですね、カッティングプロッターっていう専用の機械を使ってやるんですけど、それの専用のソフトで専用のデータで作んなきゃいけないんですね。なのでイラストレーターとかで作ったデータをコンバートすることができないんです。誰かやり方分かってる方いたら教えてください。シルエットスタジオ、シルエットカメオを使ってます。シルエットカメオの大きい方のやつですね。ちっちゃい方のやつはですね、イラストレーターのデータそのままいけるらしいんですけども、大きいやつはイラストレーターのデータでいけないみたいなんですね。調べたけど対応予定がないということでした。まあ、イラストレーターの方でもデータはあるんですけども、なかなかうまいこといかないです。なのでわざわざですね、そのシルエットカメオのシルエットスタジオでですね、データ抜き直しなんですね。でそのデータを作るとデザインを行います。でなるべくこの枠に合うようにですね、ぎっしり詰め込むんですけども、長さがですね30センチ×30センチしかできないんですよ。なんかそれ以上にやる方法ないんでしょうかね。長く取れる、なんかやってらっしゃる方いらっしゃったんですけどね、うちのやつだとなんかできないみたいです。で、こうした後にですね、あとそれを今度はプロッターで切り抜きます。これですね、こうやって今一生懸命切ってますけども、またこのプロッターがね、なかなかうまく動作しないんですよ。用紙を送っ、こっちのハードウェアの方で用紙を入れて送ってしまうとですね、送った分だけですね、下の方がですね切れちゃうんですね。切れちゃうというのの柄がですね、用紙送りをした分だけですね、印刷開始途中で終わってしまいます。いまだかつてそんな印刷機あったでしょうか。紙をセットしてこう突き出し分だけですね、柄が途中で終わっちゃうんです。でそれをリセットしようと思うとですね、一回電源ケーブルと USB ケーブルを引っこ抜いてしばらく待ってから入れ直すというようなですね、動きが必要になります。でしかもそうするとですね、またパソコンで認識できなくなったりするんで、またそのパソコンの方の操作再起動とかですね、でいろんな苦労が伴います。でそんな苦労を伴ってですね、こうやって切り抜くわけなんですけども、 100% うまくいくわけじゃないんです。いろいろ引っかかってダメになっちゃったりするんですね。印刷とはちょっとわけが違うんですね。一生懸命ここでその工作機械で工作をしているような感じです。で切り抜いてできたものが、まあこんな感じで、今ちょうど終わりましたね。でこうやってできるんですけど、これをですね、こうやってですね、こうカッターナイフで、これまあ僕のお気に入りのハツエットのカッターナイフですけども、これでですね、こう一個一個抜いていくんですね。拾うんですよ、こう全部一度にベロっていけるから、今の文字のやつは全部一度にベロっていけるんですけど、これはまあこうやって抜きます。こうやってね、こうやって文字とかね、残ってほしいところまでくっついてきちゃったりするんですね。こうやって、はい、こうやってよいしょ、うん、一生懸命抜いていくわけですね。これもがまたですね、カッティングシートのですね、あんま近いとボケる、カッティングシートのですね、色によってですね、硬さが違うんですよ。だから抜きやすさ抜きにくさっていうのは結構あって、はい、はい、こうやって抜きます。抜きます。でこうやって一枚一枚作るんですね。
ちなみにステッカーは販売の予定はないです。あくまでお土産用の差し上げるために作ってます。イベントやですね、物を買ってくれた方に差し上げる、もちろんバイクでも買ってくれた方には大盤振る舞いしますけど、こうやって抜きます。ちょっとね、このデザイン用のトーンカッターとか、ああいうね漫画家が使ってるようなやつだと多分やりやすいのかなっていう気がしますけどね。で、適度な力加減で表面のフィルムだけ切ります。そんでこう剥がして、うまく剥がれればいいんですけどね、プロッターも結構ばらつきがあるんで、切れてる時と切れてない時があります。切れてないところは浮いちゃうんですよ、まあ、今回はうまくできました。そうするとこういうふうになりますね。はい、こういうふうに取れます。で、こうやって取れたものを次リタックシートというですね、透明フィルムに貼るんです。これですね、はい、これ透明フィルムにここを剥がしてやるとですね、切り文字ステッカーなんで、できたものを写す必要があるんですね。でこうやってこういう透明のフィルムに貼っていくわけなんですけど、そっちにですね貼ると、貼ってですね、できたものが、これだ、こちらですね、皆さんがよく目にしている切り文字ステッカーがこうやってできるわけです。はい、でこのリタックシートを貼るですね、この作業もですね割と失敗しやすいんですね。なので結構神経質に気を使うんですけど、はい、こんな感じで、いや、ちょっとうまくまとめられん、よいしょ、はい、ようやくですね、枚数にして何枚だ、これで何枚かできました。一応40セット当日は用意します。いまだに何人いらっしゃるか分かんないです。もしかすると10人ぐらいしか来ないかもしれませんけども、20人ほど参加表明いただけますけども、それを大幅に超える可能性もありますので、あとまあ、ステッカーはあってもですね、僕の方でいろいろ使えるので、いい機会なんでいっぱい作ろうかなと思って、こうやって、頑張ってますけども、まあ、半分趣味ですね。こんな形で、一箇所残った。こういうのはですね、こうカッターナイフで拾うんすわ。まあこういうのを延々と一日中やるというのがですね、私の主な休日の過ごし方でございます。はい、時々こういう作業が好きでやりたいということで手伝ってくださる変わった方もいらっしゃいます。そういった変わった方常に募集してますんで、まあ、そのうちやりに来てください。報酬は好きなステッカーを差し上げるぐらいしかできないんですけども。いや。はい。こんな感じで私たちが、地味に作ってますんで、完成度はそれほど高くないです。時々、端っこがベロッとかなったり、ゴミが入ったり、髪の毛が入ったり、ハロゲが入ったりするかもしれないんですけども。まあ、笑って受け取ってくだされば怖いです。というわけで、お餅つき大会の準備を着々と進めておりますので、あんまたくさんの枚数はできないかもしれないんですけども、皆さんに行き渡るように頑張って作ってますので、ぜひ当日はよろしくお願いします。